カラットは、渡辺義朝の漫画作品。コミックブレードゼブルにて連載されていたが、当時の観光終了に伴い、2007年9月より、掲載の場を、月間、コミックブレードアバルスに移し、2009年10月号まで、連載された。全2巻。中学3年生の少女ババコーンは、ある日、ゴミ箱の中にコンパクトを見つける。中を開けると、 なんと煙と共に、女の子が現れた。ユニと名乗るその少女は、自分はカラットと,という国の女王候補者であり、魔法の力を持っているがゆえに、候補者の友人と争わなければならない。だからこの力を代わりに使ってくれないか、とコーンに頼む。自分を変えるチャンスだと思ったコーンは力を受け取る、ことを了承するが、それは緩い代理戦争の始まりでもあった。 勝負に勝つたびにコンパクトに石が埋め込まれ、先に筒の石を手に入れた方がカラットの女王となる。代理人には特にメリットはない。ブリリアントというカラットの辺境の村出身の三馬カ、魔法使い。四天皇と銘打っているがメンバーは三人しかおらず、四人目は現在募集中。 2007年4月30日発売 ISBN978 から4から8612737422010年1月9日発売 ISBN978 から4から861276910月間コミックブレードコミックブレードマッサムネコミックブレードゼブルの応募者全員サービスとして作成されたものが一つと 月刊コミックブレードアバルス市場通販のものが2つある。ありがとうございます。